まあ、この展覧会自体がこう肉体の美みたいなのをこう扱おうと思って構成していて、で今時の美術展で美をコンセプトに持ってくってあまりにも広すぎて当たり前すぎて、けどなんか美とかの概念って今相当広がってて、もう何が美しいとか簡単には言えないわけだから、僕はなんかその僕が美しいと思う、あともともと美しいとされていたものたちをこうとにかく羅列するっていうことに今回の展示はスタートしてるのね。サモトラ家のニケとミロのヴィーナスですけども、この2つは西洋の美術史において完璧なプロポーションで、これをデッサンして美の比率とか黄金比解明されていったっていうのを考えると、なんか尺ですよね。あまりにも僕とプロポーションが違いすぎるミロのヴィーナス、じゃあ僕は美しくないんですかっていうような、で何が美しいんですかって、要はこう一日の終わりに自分の作品を見て書く、要はこう自問自答もやっぱり入ってきていて、こうデッサンした中にここにあったらいいんじゃないかってこう自分の妄想も繰り広げられるし、一番見るっていう、じゃあどこがどのくらい空いているんだとか、バランスはどうなってる、動きはどうなんだっていうのを自分の体にこう叩き込むように、あとこういう工程、今は首がない工程ですよとか、そういうのも全てアーカイブができるように、なんか書いていて、これが別に上手くなくていいんですよ。要は自分が見た痕跡なわけだから、目的は上手いよりも見て気づく、それだけ。この作品は中心のこの大木にまずミロのヴィーナスを彫った後にマリリン・モンローを押し込んでいくっていう風に作ってるんですけど、僕がこうどん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 彫り込んでマリリン・モンローを見出した後に、こういうへんてこな不思議にうねったような木をこう当て込むんですよ。僕の造形に沿わせてまた新しい造形に変容させていくっていう、こういうスタイルで彫ってるんです。自分の造形、木の有機的な形、自分の造形のように。普段この木と木を面出して一個の立体にするところを強引にこの木の皮をそのまま出すことによってこう開けちゃうんですよね、量を。本当はここにも量が必要なのをまま残して側を、こうすることによってこの縦の隙間がたくさん生まれて、この彫刻はものすごくこのような隙間が大事なんじゃないかっていう、物と物がやっぱりこうあるよりも、こうやって物がこの隙間がギリギリになればなるほどこう緊張感が生まれる、この感じなので、こう隙間にこういろんな感覚を設けたんですよね。顔同士の感覚であったり、お腹であったり、で一番はこの手で、手はもう完全に量感をこうなくしてしまった部分を作るっていう、いやこう変容する中でこう飛んでいくような立体が、うん、ような感じでこれは作ったんですよ。そのギリシャ彫刻にマリリン・モンローを組み合わせるっていうのは、普段あの僕が別のシリーズでやっている奇形図の中から何か形を見出してモチーフを彫り込むとか、粘土で盛り付けるっていうような感覚と同じで、ギリシャ彫刻のミロのヴィーナスをもう一個の素材として見るんですよね。その素材としたミロのヴィーナスの中にどの立体で位置でマリリン・モンローを彫り込めばマリリンに見えるのか、うわってこう熱がうるさいぐらいの邪魔できない空気感、もともと彫刻ってそういうものだと思っていて、特に国を支えるような彫刻群たちはむせ返る空気感が
あると。ギリシャ小国もそうだけども、エジプトであったりアンコールワット、バーミヤンの遺跡であったりも壊されてしまったけど、もうそれだけで国一個観光で成り立つぐらいの資源を持っている全てはむせ返るようなしつこさがあって、それはもう東大寺しかり、あれがやっぱり僕のやりたい彫刻の匂い、やらないといけないよね。で、多分国家事業なんだよ全部。けど今の時代、国家事業でそんなことやっても誰も、むしろ個人の力でむせ返る空気感を作れれば、これ一人でやったのって多分すごく大事なこのポイントだと思うんだよね。だから僕はなるべく一人で作って、自分だけで組み立ててっていうことをしたいって思ってる。